はい、今日は武蔵野線一周4分の1周、4分の3周でした。というのは今日もですね、今日実は佐野に行きたかったんですけどね、お金が足らなくて行けなかったという。まあちょっと今日雨が降ったのでちょっと朝寝てたのがね、昼になったのがちょっと遅くて、今日は朝から佐野に行きたかったんだけどな、片道1200円なんだけど、でちょっと高いんですけどね。まず久喜まで宇都宮線で行って、大宮久喜まで行って、それで東武伊勢崎線でしたっけ、それで佐野まで行くという、はい、行きたかったんだけど、それでまあ川越に行こうとしたら、思いついて武蔵野線行こうと思って、お金があったから、お金が2000円あったからね。で、川越の被災地は本川越より霞ヶ浦かなんか、なんとか浦っていうの、そっちの方が近いかなって、歩いて行けるかなって。あと和光純薬があるんですよ、的場のとこに、本当オッペ川の近くに。だからうちの竹もう富士フィルムに移りましたけど、武田薬品の関連子会社だった、何万種類も純薬が売ってる和光純薬があったんですね、あそこ的場の川越的場とか、だから気になるという。あと野菜キャベツ切ってください。で結局行かなかったんで、朝霞から西朝霞でしたっけ、どこか朝霞からなんとか武蔵野線出てて、こう上回りで行こうと思って、上、回ってまた帰ってこうと思って、武蔵野線、まあ武蔵野線まだ3回ぐらいしか、キャベツください、まだ3回ぐらいしか乗ってないから、武蔵野線まだあんまりよく見てない。大体昔武蔵野線があるのも知ったのはつい3、4年前ぐらいですからね。武蔵野線は長いという、山手線の外側にもう一個あるという、その外にまだ野田線というのが、あと東武アーバンラインというのがね、ですけど、まあそれを乗ってずっと、いくらだったか500円ぐらいで西船橋までか、三郷とか吉川とかあの辺を通って、越谷とか越谷レイクタウンとか東松戸とかこう通って行って撮影して、それで西船橋まで行ったんですよ。で西船橋かどうしようかと思ったら、ちょっとこう千葉側に歩いて範囲を広げようと思ったら、歩いて行ったらそこ千葉街道で、この間自転車で行った道だったんで、まあ、通ってたんでね、一つずらして一つ南側にずらして、こう南に行ってたら、船橋に着いたんですよね。5キロぐらい歩いて、で船橋着いたら、そこで1時間ぐらい経って、もう1時間歩こうと思ったらちょっと疲れたので、船橋の駅でずっと熊沢書店とかで、西武、昔西武があったところでずっと 本とか読んで、まあワイズフードみたいなのがあって、ジュースを飲んで、それでもう帰ろう、もうそれで今日は終わろうと思って、それで東武アーバンラインに乗ろうと思ったら800いくらかかって、大宮まで行くのに、こう上を回っていくのに、北を回っていくのに800ね、それで断念して、でまた同じ西船橋からまた武蔵野線で帰ろうと思って、こう武蔵野線で帰って行って、まあ武蔵浦和からまあ来たんですか、食べてきて、今に来たら6時に来たって、ちょっとね動くせいか疲れるんですよね、疲れが取れる。ということで今日は栄養ドリンク10本買って、安いやつ500円で、そこのイオン、いやそこの丸いやつで買ったんです。ドリンク飲すぎんよね、1日1本でちょっと元気です。このリポビタン D のあのラグビーのスポンサーということで、
大正製薬、豊島区だからなんですけど、早いよね、待ってしまっている人ですからね。これ切ればよかったのに、そのまま食べるのがいい感じですよ、今日は。離れるだろ、肉が。はい、美味しいやろ。まあ歩いたの今日5、6キロでしたけど、電車はね、電車100ぐらい行ったよ。50、50。うん、歩いても大したもんね。それで、まあ5キロって1時間 20分ぐらいかかるやん。やっぱ荒川とかいろいろ見たけど、もうギリギリ台風で、もう幅いっぱい水が通ってました。荒川 も、うん、荒川もよ。もうちょっとでね、氾濫してたよ。いや、あと、いや、赤羽が危ない、危ない。赤羽が危ない。だから僕、早急に治水対策ね、もっと強化、スーパー堤防って言ってましたけどね、それよりもっと穴掘ってですね、深くして沈むんですかね、子供が。あ、浅くして、その下になんかまた作ればいいんじゃない。あるいは氾濫させてニュースにして、そこの土地を有名にするかっていう、そっちの方がいいんじゃないか。そうでもしないと有名にならないでしょ。佐野とか川越もラーメンで有名じゃん。ラーメンしかないみたいな。いや、それね、ほんとね、有名にするために洪水があるんじゃないか。逆に言えば好きな場所が洪水になってるんじゃないかって俺は思う。最近豚肉美味しいやろ。はい、肉離れるじゃろよ。うん、ね、うん、離れる。美味しいはずよ。だから荒川、今日全般的に見たけど、荒川ね、ギリギリだったよ。なかったね、荒川も。あらゆる川が危なかった。だから、行政の人は、霞が関の人は、国土交通省の人は、早急に治水対策をお願いします、安倍総理も。池袋じゃないけど、池になっちゃうよ。池袋って川があるかいね。板橋はもう板、昔板張ってたの、多分板、水が来て。だから板橋になって。氾濫して板張ってたんだ。とにかく、なんか穴掘ってね、穴掘って中にいっぱい貯水池ができそうね。貯水池作ってるけどね、うん、作ってる。あれじゃ足らんぐらいの。すごい穴があるらしい。あれは全部やらんでいいから、一箇所どっか広い、これを広げるんだ。ここ広いところをね、もっとちょっと深くするとか。深くしたら危ないからね、子供が。洪水。また3年後に来る。
喧嘩みたいになるよね。ラグビーっていうのはなんか面白いね。パスは絶対前にしたらいけんのってね、後ろにせんね。そんな基本のこと今それなんで。いやー面白いなと思って、パスを後ろにするっちゃう。パスされたボールを落としてもいけんのって。落としたらなんかスクラムってんな。要は筋トレよ。うん、スクラム組む人はね、大型選手が多くて、後ろの方はね、足の速い人が育つよね。なんで喜ぶか僕よくわからん。いや嫌いじゃないけど。笑わんって人やの。笑わんなってね。どうや。この人。うん。そんなことない。噂でしょ。まあ、また笑うんだろうけど、笑わんなってね。山芋が美味かったか知らんから残しとって。うん。あ、肉が美味しい。美味しかったね。もうやり方が分かった私。圧力鍋でやらんほうが美味しいわ。うん。そうだ、知らんけど。助けるとき
熊川がなんか誰も知らんかったよ、今まで。知ってた？僕は知ってたけど。前は知ってる。でも綺麗な川だ。千曲バスが東京に通ってるよ。千曲川って昔から歌に歌われてる。熊川のとこも千曲川かいね。もうね、長野といえば千曲川よ、うん、なんつっても綺麗なんじゃが、あの辺は、あの小室とか、そうそう、島崎藤村が歌っちゃうじゃん、あの辺の小室なる五条のほとりって、だから島崎藤村なんだ、ああ、橋ちょうだい、綺麗なとこなんじゃろう、そんなやつコップ一杯ね、柵と柵平っていうのがあるよ、柵平よ、